なんやその微妙な顔は。ん、いや、ただ気合入ってんなと思ってさ。ああ、これな、この前キララの買い物に付き合った時に一緒に買うたんや。ああ、うん、なれっと、この納豆クレープめっちゃうまいね。おいおい、今日は寄生虫退治じゃなかったのかよ。うちらはカップルのふりして神社に行くんやで。ちょっといいか。あんたたち一つ勘違いしてるみたいだけどさ、俺は桃園の友達じゃなくて彼氏だから。びっくりした。でも不意打ちは卑怯やわ。お前が言ったんだろ、神社に行くまではカップルのふりするって。いやな、何言ってんねん、そんなことするわけないやろ。え、急になんだよ桃園。ちゃうねん、これは体が勝手に。離れようとするほどくっつくってことは、逆のことを考えてみればええやないか。逆のこと想像するんや、レッド。うちに抱きつきとうてしょうがないって。そんなことできるか。他に好きな人がおって、これは本心やないって分かってるのに。せやけど、なんやろこの感じ。まあ、そんなことどうでもええか。たく、おかげでせっかくの休日が台無しだよ。お、なんだよ。うん、別になんともあらへんな。ん、ただ脈測っとるだけやから気にせんといて。